はい、今回は2024年戦力外予想会ということでお話をしていきたいと思います。このチャンネルは阪神タイガース情報を配信しているチャンネルでして、阪神タイガースファンの方でチャンネル登録していない方がいらっしゃればぜひぜひ登録よろしくお願いいたしますということで、本編の方に戻っていきましょう。2024年戦力外予想会ということで、つい最近ですね、戦力外予想の動画をアップしておりますけれども、まあその直後にですね、高橋遥人投手、川原投手、佐藤蓮投手のですね、支配下登録が決定しまして、まあ改めてちょっと人数的にもですね、足りないかなっていうところもあって、まあ、考えない必要があるかなというふうに思って動画を更新しております。はい、最後までご視聴いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、前回動画を投稿してからですね、状況が少し変化しておりまして、まあ、前回の動画投稿した時点ではですね、支配下は65名だったんですけれども、そこに3投手が加わりまして68名になりました。投手は34名、野手も34名の状況ということですね。で、まあ68名ですので、まあ今まで思っていたよりもですね、もう少し、まあ戦力外っていうところになるのかなというふうにも思っていまして、まあそのあたりを加味していきたいなというふうに思います。前回はですね、まあ動画のリンク載せておきますけれども、ミエセス選手、ノイジー選手、この両外国人選手と、秋山投手、鈴木投手ですね。で、あとは片山捕手ということで、まあ5名の、戦力外予想っていうところで落ち着いていたんですけれども、まあこれではですね、まあ枠の問題でですね、まあもう少しちょっと足りないかなっていうような感じでですね、まあ、63名しか、になってしまいますので、まあ、ドラフトとかそういうことを考えれば、やっぱりあともう2、3人必要かなというようなところで、まあ本当にこう難しい、状況ではありますけれども、で、まあいろんなところからですね、まあいろんな観点から見て、まあこの3名かなというので、追加で3名お話をさせていただきたいなと思います。はい、ではですね、順番に1人ずつ見ていきましょう。はい、まず1人目は下村投手ですね。で、まあ、当然戦力外ではないですけれども、来季は育成契約というふうに予想しております。で、下村投手がですね、まあ、皆さんご存知の通りトミー・ジョン手術で行いましたけれども、まあ、それが7月の11日だったんですね。で、まあ、トミー・ジョン手術の復帰ということを考えれば 1.5 年ということで、まあ、最短でも来年の10月頃になりますので、まあ、来季はまあ間違いなく出番はないかなということで、育成契約が妥当なんじゃないかなということで、下村投手の名前を挙げさせていただいております。はい、まあ、下村投手はですね、本当に痛いですよね。まあ、去年のドラフト1位ということで単独指名に成功しまして、まあ、もちろん即戦力として、まあ、阪神タイガース投手陣ということを考えれば、まあ、かなり層が厚い中に割って入れるかどうかっていうのは疑問ではありますけれども、即戦力としてですね、期待していたっていうところもあるんですけれども、まあ、トミー・ジョンを行うことでですね、まあ、この1年目、2年目をですね、まあ、全て棒に振ってしまうというような状況になります。で、まあ、大学卒というところもありますので、3年目からの活躍っていうことになると、まあやっぱり25歳からっていう風になりますので、まあちょっとこうプロとしてはですね、遅れというか、そういうところになってしまうかなという風にも思うので、まあやっぱりこの2年っていうのは痛いですけれども、まあ下村投手のプロ人生っていうことを考えればですね、まあ、万全の状態で、挑むっていうことで判断したことだと思いますので、また再来年からですね、下村投手一軍に投げる姿を期待したいなというふうに思います。はい、まあそういった形で下村投手来季は出番がほぼほぼないかなっていうところもあるので、育成契約でいいんじゃないかということで、まず1人目下村投手の名前を挙げさせていただきました。はい、で続いて2人目見ていきましょう。梶谷蓮投手です。で、梶谷投手成績順番に見ていきたいんですけれども、2023と24で比較していきたいんですが、2023に関しては51試合に出場しておりまして、1勝3敗15セーブ、防御率は 2.56。まあ、去年の前半戦なんかはですね、かなり活躍しましたけれども、まあ、その疲労がたたってなのか、後半戦はですね、やや苦しいピッチングが続いて、まあ、防御率最終的には2点台に落ち着いているという感じですね。で、2024年に関しては現時点で15試合に出場をしておりまして、2勝0敗1ホールドですね。で、防御率は 3.18 と。
ということで、まあ、なかなかちょっとこう苦しいピッチング続いているのかなということで見ていたんですけれども、まあ、被打率自体はですね、決して悪くはなくてですね、まあ、去年被打率は2割3分6厘だったものが今年は逆に良くなっていまして2割3分1厘ということになるんですけれども、フォアボール率ですね、まあ、このあたりがちょっとこう上昇していまして、ウィップも上がっているということで、まあ、それでまあ防御率も悪化しているのかなというのが見て取れます。で、梶谷廉投手はですね、やっぱりフォークが生命線、ストレートとフォークの、ね、ピッチャーになりますので、このフォークのキレがですね、徐々になくなってきてしまうと、やっぱりボール球ですので、このフォーク見切られてしまうということで、まあ、フォアボールも増えてくるということで、まあ、一つのヒットがですね、まあ、失点につながってしまう。まあ、こういう悪循環にちょっと今年は陥っているかなっていうようにも感じます。で、年齢的にはですね、まあ、今年32歳、33歳の年なんですけれども、来年34歳っていうことも考えると、まあ、梶谷投手でなければならないっていうようなですね、ポジションではないのかなというふうにも思いますし、今年なんかで言うとですね、まあ、岡留投手であったりとか、石黒投手、まあ、右の本格派、変則派っていうところがですね、まあ、今年1軍でも少しずつ登板増えてきていますし、で、浜地投手なんかもですね、今年は完全に復活できたと。で、あとはまだまだちょっとこう復活っていうところまで来ていませんけれども、湯浅投手も控えているっていうことを考えれば、梶谷投手がですねいないと、この阪神タイガース、中継ぎ陣回ってこないぞというような状況ではないのかなというふうに、厳しい言い方にはなりますけれども、思っています。で、年俸的にもですね、梶谷投手6000万円ということで比較的高額っていうことと、やっぱりソフトバンクから来たっていうところもあって、戸様っていうところもですねあってですね、やっぱり結果を残し続けないとなかなかこう難しいですけれども、表現が生き残れないというか、そういうような形になると思うので、ちょっとこうピークっていうかですね、まあ、そういうところも、過ぎつつあるのかなっていうのも、今シーズンの投球を見ていると感じますので、梶谷投手、戦力外あるんじゃないかなというふうにも思っています。で、まあ、梶谷投手がそういった形でですね、阪神に対談するってなれば、まあ、もちろん、どこか他球団でもですね拾ってくれるところもあるんじゃないかなというふうにも思っていますので、まあ、梶谷投手がこうやってくすぶっていくよりも、一度阪神を出てですね、また新しい球団でっていうことも、ありなんじゃないかなというふうに思っています。はい、2人目はですね、梶谷投手の名前を挙げさせていただきました。はい、で、あとは最後ですね、野手として高濱選手の名前を挙げさせていただきます。で、高濱選手はですね、今年は1軍での出場っていうのはなく、ファームでの出場がメインになりますので、ファームの成績を見ていきましょう。まあ、76試合に出場しておりまして、打率3割1分1厘、OPS は828、0本塁打7打点ということで、まあ、実はですね、ファームの方ではかなり阪神タイガースの打線の中でも上位の成績に来ているような状況です。で、まあ、なぜ高濱選手っていうような形にはなるんですけれども、個人的にはやっぱり豊田選手と高濱選手、この辺がですね、正直当落線上ではないかなというふうに思っています。で、豊田選手に関してはですね、個人的には現役ドラフトの方にもあるんじゃないかというふうに思っていて、高濱選手は戦力外となりました。まあ、どちらかを、戦力外として選択しなければならないというふうに考えたときに、やっぱりファームの成績がですね目立っている方を現役ドラフトで出したいよねというような感じになるんじゃないかと思っていまして、まあ、高濱選手もですね3割1分1厘ということで非常に優秀ではあるんですけれども、豊田選手はですね、その上を行く3割3分3厘の打率を2軍では打っているんですね。1軍ではですね、2割台前半、2割1分とかそれぐらいだったと思うんですけれども、苦労しているような状況ではあります。まあ、打席数も少ないので、豊田選手もっと与えてくれっていうところもあるんですけれども、やっぱり今の阪神タイガース野手陣のっていうことを考えれば、近本選手がいて、前川選手がいて、野口選手がいて、森下選手がいてということで、まあ、なかなか豊田選手、高濱選手までですね、順番回ってこないかなというふうにも思いますし、ファームの方を見てもですね、あとはいつも選手なんかもいますし、まあ、福島選手なんかもですね、違うタイプの選手として、いるものなので、まあ、そういう競争の中でですね、まあ、ちょっとこう厳しいかなというような感じになっています。で、高濱選手ファームでの成績、通算打率は3割を超えているんですけれども、まあ、7打点ということで結構打点数低いなというふうに思っています。
得点圏での打率見てみたんですけれども、2割3分5厘ということで大きく低下していまして、三振率もですね、常時、トータルでも 25% を超えていますし、得点圏になると 33% ということで、非常に高い三振率になっていますので、そういうところも考えるとですね、ちょっと一軍の戦力っていうところからは、外れてくるんじゃないかなというふうにも思って、この高浜選手をですね指名させていただきました。はい、ざっくりこの3人がですね、また新たに、戦力外になるんじゃないかということで、予想しておりまして、これで枠の問題っていうところで考えると60人になりますので、これに外国人選手2人プラスドラフトで、6人から7人ぐらい、取ってもですね、まだ枠が余るっていうような状況になりますので、この3人なんかが、候補になってくるんじゃないかなというふうに思います。はい、皆さんいかがお考えでしょうか。もしよろしければ皆さんのコメントも入れていただければと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。